はい、ということで皆さんこんばんは。ズームの面白い使い方を考えているということで、今日はバーチャル背景を使った遊びを考えてみました。今これ私の家から撮っているんですが、実は後ろの背景はいつもこれ自宅の背景と全く同じ画像なんですけど、実はこれバーチャル背景になっております。バーチャル背景になっているということは、実は後ろは何もないですね。で、何もないところに普段の自宅の背景をバーチャル背景としてセッティングしてあります。そうするとね、これで何が起こるかというと、ちょっと面白いことができるようになります。Zoom で事前に録画しておいたこの部屋の映像というのをここにバーチャル背景で動画で重ねてみます。どうなるかということに、ちょっと今ピカッてなりましたね。何が起こったんでしょうか。わかりませんけれど。おう、おう、嫌だかと思わず右驚いたとき左なんでね。今なんかすごいの来ましたね。もう一回ぐらい来るのか。ループしてるからもう一回ぐらい来るようにして。おこっちか。来た。来た。というふうな感じでね、一人でね、肝試しみたいなことができるんですね。おっと、なんかまた画面がピカッとなった。ループしてんのか。こんなような形で、事前にズームで動画を撮っておいたものをバーチャル背景にすることによって、一人で二役、三役、四役と実は重ねていってですね、面白いことができるんじゃないかなっていうふうに今思っております。おぉ、あれって言ってみるわ。おぉ、これね、何も知らないで番組とか見てた人どう思うんだろう。ちょっとドッキリな感じだと思うんだよね。今日、実はタレバーの番組があるので、こっそりとこれを実行してみようと思っています。怖いな、後ろ。なんだよ、こいつ。誰だよ、お前。いねえよ。ああ、怖。ということで、悪巧み大好きなミントさん、ちょっとだけお芝居やります。今日のタレバーをお楽しみ。この度は、動画ご視聴ありがとうございました。星野ミントチャンネルでは、植物、動物、音楽、パソコン、その他もろもろの動画を生活の一部として切り取ってお届けいたします。ぜひぜひ動画の方にいいね、あるいはチャンネル登録よろしくお願いいたします。出張パソコンインストラクターの星野ミントです。